こんにちは、Gです。今回はマンジャロの機能強化についてお話しします。マンジャロは十分強力で安定していますが、設定やアプリ追加でさらに使いやすくなります。検証環境はマンジャロ KDE プラズマ 5.22.5 ラズベリーパイ 4B 4GB SSD 起動です。はじめに SSD 利用時のトリムを有効にします。トリムとは ATA インターフェースのコマンドのことで、有効化すると OS は未使用になった領域を SSD に通知します。SSD のデータを削除しても、データのあった場所は未使用のマークがつくだけで削除されません。画面で言うと、黄色い部分が削除されると黒色になるんですが、削除されていないのでフリーエリアではないままです。同じことが繰り返されると、SSD のフリーエリアは連続した領域ではなく、断片化した状態になります。トリムが有効になると、画面の黒い部分はフリーエリアになります。トリムと SSD 本来のガベージコレクションがうまく機能すると、SSD の速度向上と長寿命化につながります。ではターミナルで画面のようにタイプして、現状のトリム設定を確認してみます。無効になっていますね。画面の2行を順にタイプして有効化します。もう一度画面のようにタイプして設定を確認してみましょう。毎週不要なブロックを廃棄してくれるようになりましたね。なお、Arch 系 Linux ではトリムは標準でオフなので手動でオンにしないといけないんですが、Ubuntu 系では標準でオンになっています。次はマンジャロというか Arch 系固有の機能なんですが、不要データの削除です。ソフトウェアの追加と削除を開きます。インストール済みタブを選択すると、左ペインには上からすべて、明示的にインストール、孤立、外部とあります。日本語訳がわかりにくいんですが、ここで取り上げるのは孤立。言い換えると、孤児プロセスです。プロセス管理で、もうないのにあることになっているプロセスをゾンビプロセスと言います。プロセスは終了時に消されるんですが、タイムラグの都合で残ることがあってゾンビが生まれます。その中でさらに OS の消し忘れを孤児プロセスと言います。親となるプロセスがないので、孤児プロセスだそうです。これらは全く不要なので消しましょう。左ペインで孤立を選び、すべて削除ボタンをクリック。ロックされている一部のファイルは保護されますが、ほとんどのファイルが削除されて、空き容量が増えます。いつも使用するわけではないんですが、でおきたい情報と思います。次に機能強化ということで、パッケージマネージャーについての情報です。標準テンプのソフトウェアの追加と削除は十分に強力です。マンジャロではパッケージマネージャーはスナップやフラットパックもサポートされています。でもスナップは動作が極端に遅いので、フラットパックだけをインストールします。ターミナルで画面のようにタイプ。
途中で番号が尋ねられますが、デフォルトでいいのでエンターキーをタイプします。続いて画面のようにフラットパックの GUI であるディスカバーをインストール。フラットパックはラズパイでも快適に動作します。ちょっと一息入れて小技を紹介します。皆さん、ラズパイにファンつけてますよね。おもちゃのような小さなファンでも空気対流さえあれば温度は下がります。マンジャロにも CPU 温度を表示するウィジェットをインストールしましょう。画面下のパネルを右クリックしてウィジェットを追加を選択します。サーマルで検索してサーマルモニターをダブルクリック。パネル右下にアイコンが追加されますので右クリックでサーマルモニターを設定を選択。プラスボタンをクリックしてソースを追加します。ワーニングテンプリチャーを70度、メルトダウンテンプリチャーを80度ほどに設定。適用ボタンをクリック。ミスクアイコンをクリックして、アップデートインターバルを5秒から10秒ほどに指定して、OK ボタン。もしサーマルモニターが見つからないときは、ソフトウェアの追加と削除でサーマルモニターで検索します。リポジトリをクリックしてサーマルモニター 1.3.0-1 をインストール。さて次は強力なアプリの紹介です。モニター&クリーナーの新定番、ステーサーです。いわばシステムモニターとオプチマイザーといった超便利ツールです。メモリー、CPU、ディスクの使用率、不要ファイルやキャッシュ、ログの削除、リポジトリ管理まで行えます。詳細は画面のサイトを参照ください。このアプリは多くの Linux ディストロに対応していて高く評価されています。しかし ARM 版もサポートされているのになぜかアーチ系は86系のみで、マンジャロでは利用できません。しかしマンジャロには AUR がありますので、インストールが可能です。AUR については、以前の動画でもご紹介したんですが、有効にするための設定をおさらいします。ソフトウェアの追加と削除を起動して、ハンバーガーアイコンから設定を選びます。この時、ソフトウェアモードはオフにしておきます。サードパーティータブを選んで AUR を有効にします。合わせてビルド済みパッケージを保持とアップデートがあるか確認するもオンにしておきます。先にインストールしたフラットパックは、このビルドが終わるまで一時的にオフにしてください。フラットパックは AUR のビルドに影響することがありますので。さて、ステーサーのインストール。ソフトウェアの追加と削除でステーサーで検索。ステーサー 1.1.0-1 を選択して適用ボタン。ウィンドウが開きますので、ビルドファイルの編集ボタンをクリックします。文中のアーチイコールカッコ8664部分に画面のように追記して保存ボタンをクリック。再度ウィンドウが開き適用ボタンをクリックするとビルドが始まります。ビルド時間はおよそ10分ほどです。
ではステーサーを見ていきましょう。起動画面はダッシュボードです。CPU、メモリー、ディスクの使用量、ネットワーク接続状況などシステム情報を表示します。次はスタートアップアプリ。自動起動アプリの管理。オンオフや追加もできます。ほうきアイコンはシステムクリーナー。項目選択してレーダーアイコンをクリックすると、キャッシュ、ログなど不要なファイル一覧を表示し削除できます。この一括削除は極めて強力です。ギアアイコンはサービスマネージャー。デーモンなど動作中のシステムサービスの管理や制御が行えます。わからない方は触らないように。次はプロセスマネージャー。プロセス一覧が表示され、必要に応じて強制終了することもできます。アンインストーラーです。インストール済みのパッケージ一覧が表示され、ワンクリックでアンインストールできます。最後はリソースモニター。直近60秒の CPU、RAM、ディスク、ネットワークロードを GUI で表示します。ステーサー、いかがでしたでしょうか？マンジャロライフをより快適にしてくれるアプリと思います。また、ステーサーは Ubuntu までなら簡単にインストールできます。ご興味があればぜひお試しを。ご覧いただきありがとうございました。食欲の秋、季節の味いろいろありますね。さつまいも、梨、栗、ぶどう。ところで栗って果物なんですね。でも栗って不思議ですよね。果物としたら、食べてるのは種じゃないかな？じゃあ、実の部分はどこだろう？普通、種の外側が実だけど、あの皮が実なのかな？考えたら寝られない。ではまた次回。